で今 YouTuber のまた YouTuber が動画上げてたんやろ。業に強くなりすぎてクソワロタ、これ派遣だろクサクサみたいな感じで。アップデートで最強武器になった武器はこちらみたいな感じで。寿司コラだから。うん、やばい、久々にやるな。久々にやるスプラトゥーン。はい、勝ち俺の。まあこういうことよ。これが今回のアップデートで最強になった武器。まあ52とは言ってるやつはデマ寿司だから。ランニングホームランなんてクソ守備でしか生まれないんだよな、日本の球場だったら。え、オリックスまた負けてんの今日。え、オリックスって別に悪い意味じゃないけどさ、勝つ気あんの？いや、いい意味だ。別に悪い意味じゃなくて、いや、ガチで勝つ気あんのかなと思って。え、死なねえ。死なんの今の。え、意味が分かんない、マジでガチで意味が分からん。あっナイスだね。大地勝つ気あるのいい意味で。いや、ないよ、俺は勝つ気ないよ。ナイスナイス、3落ち、またあるぞ。いける、俺たちなら諦めんねよこれ絶対。俺たちならいける。うわっ、あと一発。え、知らねえかそれ。しっかりと爆減03、なぜか過剰に積んでおります。来てくれー。あれ真ん中落ちたぞ。いけるこれ絶対。
やった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 これマジでいける。全然ある全然ある。なんか降りてる降りてる降りてる。よーし、え、こういうことよ。これが勝つ気力。俺弱くね、気づいたけど、実は俺弱い。ちょくちょく見るよね。プライムは、ああ確かにデュアルとか減るならプライムも評価上がってんのか。プライムがデュアルに強いってそうでもないけどね、言うて何度も言うから、そう言うほどだよ。あれ完全なメタは存在しなかった、デュアルに。そもそもそ一撃必殺、これが大樹のジェットパック。熱い、それは無理だ。ナイスナイスナイス、3落ち3落ち3落ち。ありがてー。これ転覆するわ。しかし31はまあ頑張った方じゃないか。攻めるの大変なステージだし、31は十分。詰めるね、これはありがたいけど。オッケーオッケー、でかい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 、このキープでかい、マジで。あとは俺の一撃必殺ジェットパックが全てに刺さっていく。ナイスナイスナイス。よーし、あとは守るだけだ。いや、俺たちすしすし兄弟は絶対に守り通すことができる。任しとけ。
俺はたまんねえな。たまるわ。でかいよでかいよでかいよ。もうなすすべナッシングじゃないこれ相手。これなすすべナッシングじゃないお相手は。真ん中見とこ俺。裏取りだけ警戒しろ。もう結構進めてんな。そのジェッパー博士でかい。それキル取れるから俺。コロリンパと。はっ。ナーイス。いいね。これいい立ち回りだったんじゃない俺。味方も強え。